速稼塾の久保です。今日は2月8日朝5時33分の相場解説になります。先週までの流れを追いながら今週の展望を追っていきましょう。それでは画面を切り替えていきますね。まずは週足の方を見ていきます。この週足を見ていて思うのは、もう皆さんもね、何度も何度もお見かけしてると思いますけど、私はこういう線を引きましたよね。でずっとですね、私は右肩下がりとだけ言ってきました。とにかくセルで行って含み損を抱えても、もう 2,3 日日をまたけば必ず売りに向かうんで損は出ないよと。だからセルで基本的に負けてる人っていないと思うんですよ。ただね、ここをグイッと掘り込んできて、今回バイの方に向かいましたよね。こういうふうに、それをどこで見分けたのかってことをちょっとお話しします。ここをクローズアップしますよ。ここだけをね、ここをクローズアップすると何が起こるかと言いますと、ちょっとね、線を太くしております。こういう風になりますよね。私が、おや、もしかしたら切り替わるかもしれないなと思ったのは、この十文字が2つ並んだからなんですよね。正確に言うと3つ並んでたんですよ。この時点でここにもね、実は十文字があったんですよ。これ形成中だったんですけども、ここも十文字になってたんですよね。でこの十字が3つ並ぶ、要するに迷い迷い迷ってきてるってことは、今までのように捨てるばっかりじゃないんだなと思いまして、こっからは倍に向かうぞというふうに決めたんですよ。もちろん十文字十文字十文字の挙句、結局これが売りに向かう十文字の前振りだったってこともあるんですよ。ただ私はその時に2度も3度も相場が迷うってことは、おそらくこれはセルが終わったんじゃないかなと思ったんで、セルに切り替えていったんですよね。それが私の言うきっかけです。それからというものを一気に急騰しましたね。なんせ今だいたいここと同じ水準でしょ、ここですよ。ってことはこれローソク足1本が1週間ですから、これね、何週間も、まあ20週とは言わないですけども、15週間ぐらい続けて落ちてきたのを一気に2週間で取り戻すような急角度できたわけですよ。でこの倍の流れっていうのは結構大きいんじゃないかなと思ってます。でそういう目線で次デイリーを見てみますと、デイリーの流れっていうのはね、やっぱりこういうふうにいったわけですけども、ブレイクして急上昇しましたよね、グンと。これをずっと取れたのは美味しいですよね。ずっとセルできてたのに、さっきの十文字に気づいて倍に切り替えたっていうのは大きいと思います。さあこの辺どうしてね、こういうふうな動きが取れたのかっていうことは、 FX の講座、中級編の方でもお話しできると思います。エリオット波動とフォーメーション分析っていうのを2つを組み合わせると、これはよく見えてくるんですよ。今回坂田誤報出てないですからね。でゾーンの概念も今回も出てきてません。まあ、ですんでゾーンと坂田誤報だけではですね、見抜けないところが結構あるんですよ。やっぱエリオット波動とフォーメーション分析ができているからこそのゾーンと坂田誤報なんだと思いますね。ではちょっと4時間の方に行ってみましょうか。4時間はね、もう書ききれませんけども、上から上がってきたのがこういうふうな太い横線になってですね、でブレイクしたところ、あと N 字をかけて上に上がってくる、上に上がってくるっていうので駆け上がってきたわけですよね。これもずっとお話ししてました。まあ、ここはちょっと横ばいみたいになったんですけども、あれ、すいません、ここはちょっとね、横ばいみたいになったんですけども、ブレイクしてまた N を書いて上昇と。さあここでですね、もしかしたらこの倍の流れ終わったんじゃないかなと感じさせるような4時間軸の4時間足のローソク足があります。これです。これ包み足になってるでしょ。包み足で、しかも今形成中の陽線が上髭を出してですね、で赤いんですけども、下に向かう、もしくは上に向かうポテンシャルをなくしてるように見えるんですよ。ちょっとここはだから慎重にならないといけないですよね。それを1時間で見ていきます。はい、1時間で見ているところ、上に向かうのか下に向かうのか迷っているというふうに4時間までで見取りました。じゃあ1時間では何が言えるかっていうと、これ高値圏になってますよね。こういうふうにグイッグイッと上がってきて、押し目を作って押し目を作って横ばいになってグイッと、でここでもう N をもう一回作ってきました。でここでなんですよ、高値圏だったんだけども、ここで落ちてですね、高値圏で今迷ってるところなんですよ。このまんま、上に行くのか、上に行くとしたらここをね、
ネックラインを超えて上に行って、まだまだ N でどん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 106円、107円に向かっていくっていうこともできますし、逆にですね、この高値を成功させることができなかったら、この辺まで上がるんだけども、ここから落ちていくわけですよ。そうすると何が見えるかっていうと、ヘッド&ショルダーが完成するわけですよ。高値圏で。となると、これはネックラインを超えた瞬間にズバーッと落ちると。それこそ上がってきた速度の3倍ぐらいの速度でね、急下落しますよ。じゃあ、ここを取っていこうじゃないかって話になるじゃないですか。では、ここでですね、今週の展望ですけども、今週の展望は、このヘッド&ショルダーが完成するのか、それとも、これですらね、ネックラインを超えて、高値切り上げに向かうのか、この2択が迫られてるんですよ。綺麗な図を書いてるわけですよ。まあ、ですんで、エントリーポイントの決め方としては、このヘッド&ショルダーが完成するのか、それとも、上昇トレンドが継続するのかってことを見分けてからってことになります。よろしいですかね。はい、今回はですね、分析が非常にやりやすいチャート図になったんではないかなと思います。ずっとね、1週間を追っていくと、そう、次の1週間の展望は立つようになるんですよ。だから FX は連続してますんで、本当にね、3日連続でチャートを見てないと、結構ね、修正するのに、私もね、戸惑ってしまう。時間がかかったりするんですよ。まあ、ですんで、1日1分でもいいから、1分でもいいんで、毎日、デイリー、4時間、1時間。とこの3つの時間軸をこの順番ぐらいで見るようにしなければなかなか継続の FX の思考っていうのは養われないんではないかなと思いますよね。ということで本日は以上でございます。さあ見極めていきましょう。ヘッド&ショルダーなのか、高値切り上げを継続するのか、トレンド継続するのか、この2つに1つに絞られてきました。それではご検討ください。いってらっしゃい。